部下の女性職員への強制わいせつ容疑で起訴された元総領事に、裁判所が懲役刑執行猶予を言い渡した。スウォン地裁刑事11単独のチェヘスン判事は20日、強制わいせつ容疑で起訴された日本の元横浜総領事 A 被告に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。これとともに40時間の性暴力治療講義の受講も命じた。裁判部は判決理由について、A 被告は自分の強制わいせつについて認め、過ちを反省しているとしながらも、当時、監査が行われる際、自分の身の安全だけを心配するなど、女性職員 B さんに対する被害感情を理解しようとしなかったものとみられると述べた。先立って A 被告は2017から2018年、横浜総領事官邸などで B さんに数回にわたり強制わいせつ行為を働いたとして、昨年11月に起訴されていた。